はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。シベリアの続きをやっていきたいと思います。前回このパンチカードを手に入れてね、これをちょっと調べてと思ってたんですけども、ですね、こっちへ行ってパンチカードをね、実はね、刺しに行ったんですね。ただ全然違いまして、で20分ぐらいねさまよいやるって、結局収穫全くなかったっていうのがありましてね、そういうのを撮影したんですね。で、まあ何にもないのをあげてもしょうがないんで、その後どうしたらいいのかね、ちょっとだけね、ちょっと調べてきました。調べるってゲーム内でね、うろうろしてどうしたらいいのかっていうのをちょっと調べてみました。で、ある程度ちょっと先に進む方法が分かったので、それを撮影してみようかなということで、今回の撮影になります。で、まずはね、オスカーに、 It's me again, Oscar. Hello, Kate Walker. Don't think for one. I also have much. ハンコをした紙をね、これを渡してみようかなと。これで話がね、進むと思うんですよね。This is your stupid train release ratification, Oscar. Thank you, Kate Walker. That is perfect. でもって、機関車の切符と。There you are, Oscar. Does this mean we can leave now? I cannot accept this ticket for the moment, Kate Walker. Keep it. I don't understand why we can't leave.I'd hate to think it's me that's delaying the train like this. I do not wish to appear impolite. まだね、出発させてくれなかったんですよ。これもね、試してやってみたんですよね。If that's a joke, Oscar, it's not very funny. I really need to find Hans Vorarlberg as quickly as possible. I have strict instructions to obey. There are three spaces in the luggage compartment that are designed to accommodate two very important objects. The train can only depart when they are in place. Please excuse me now.I must return to my departure preparations. Oh, I wouldn't want to break any rules. で、4個のね、なんか貴重品をね、探さないといけないってことになっちゃったんですよね。あ、これちょっと待ってよ。オスカーに話できるかな。その貴重品に貴重品について話せないですかね。Hello, Kate Walker.Why aren't we setting off, Oscar? I must abide by regulation. This train is. I am. Don't think for one. I all. ダメですね。じゃあちょっと先進みますか。でですね、20分うろうろした中にこの辺のはやったんですね、前回ね。前回というか、ボツになった動画の中でやってみたんですけど、この後ね、どこ行っていいか分かんなくなっちゃったんですよ。で、さらにゲーム内で撮影止めてね、うろうろしてみました。で、これからその進んだところへね、行ってみたいと思います。かなりね、うろうろしました、実は。そのぐらいね、このゲームなんかややこしいんですよ。昔のね、かなり大昔のアドベンチャーゲームをやったことがありまして、結構そういうの好きなんですよね。で、なんていうのかな、紙芝居風のアドベンチャーゲームで、で、選択式のね、コマンドではなく、名詞プラス動詞で自分で文字を入力してね、進めていくアドベンチャーゲームが初期の頃にあったんですね。で、それをね、ちょっとやったことがあって、それがね、結構難しいんですよ。無限にあるじゃないですか、名詞プラス動詞で自分で言葉をね、探さないといけないんですよね。で、どっち行ったかな、こっちかな。
ね、ここ？あれ？こっちだったっけ？こっち行ったけど何もなかったのかな。で、それにね、匹敵するぐらい、このゲームね、結構難しいんですよね。で、前回ここ来てるんですけど、ちょっとね、取り忘れてる部分があるのが判明しました。ここがね、引っかかって動かないと。で、引き出しを開けていくと、ここになんかあるんですよ。これちらっと見えてる。で、他の引き出しにはないんですよね、そういうの。で、こう開けてる時にこれを回ったんですよ。でね、2個ね、取れるものがあって、で、これをちょっと読んでみます。ですね、これ神父さんへ、後見人バラディレン神父へ、懺悔ですよね。突然私のところを訪れた。案内された客間の中央にはハンスの棺が設置されていた。息子の遺体を誰にも見せたくないからだと説明した。ハンスの遺体は崖崩れで下敷きとなり、かなりひどい状態だったという。彼は崖の上で、足を滑らせ落下したそうだと。18歳になったが精神面で障害と思っていたと言った。私は死の言葉を信じた。そして葬儀や埋葬をつかさどったかな。しかし、あることをきっかけに、この出来事は私にとって忘れがたきものとなった。そのきっかけとなったそれから数年後、ボラルバーグ氏が亡くなった直後に起きた。父親の工場を受け継いだアンナ・ボラルバーグ氏が工場で事故を起こし、瀕死の重体となった。死に直面したアンナは懺悔を唱えた。その日、彼女が耳にしたことは、その後、一生が私の脳裏から離れることはなかった。彼女の弟ハンスはボラルバーグの墓にはいない。なぜなら彼は生きているからだということだった。私は息子への憎しみで、盲目となったかな。ルドルフ・ボラルバーグ氏の、読めないぞ、字が。家を飛び出した息子に対して裏切られたという感情を強く抱いたのであった。死は現実を受け入れる代わりに息子は死んだと考え、またその他の人たちにもそう信じさせることを選んだのだ。そしてこの私もそう信じさせられた一人であった。嘘を見抜けなかった私は神父と失格ではないか。この恐ろしい秘密はあなたの御手に委ねることにする。ということでですね、前にいた神父さんが新しい神父さんに懺悔した言葉みたいなんですけど、ハンスはね、死んではいなかったっていう確たる証拠がここへ出てきたわけですよ。で、さっきの鍵みたいなのを使う場所がどっかにあると。いうことなんですが、それをね、どこで使うかっていうのをいろいろ探した結果、ここにたどり着きました。これね、で、最初に歯車を拾ったじゃないですか。これなんですよ。もうはまるとこにしかはまんないので簡単ですね。これでようやく先に進んだんですよね。ここへたどり着くまでね、かなりうろうろしちゃいました。本当にコマンド選択式だったら全てのコマンドをダーッとね、やっていけばいいんですけど、そうではないし、
で、ここに何かを入れるとこがあるじゃないですか。これなんすよ。この鐘を鳴らすためのプログラムのパンチカードだったんですね。で、まあ4種類あるんですけど、まあ、それぞれちょっとね試してみたいなと。鐘を鳴らすだけに、そのためだけにこのからくりを使うってすごいですね。これは結婚式の時に使うんですかね。で、まあ一回やったんで正解してたんですけど、この紫色のパンチカードですね、多分いきなりこれ入れてもね正解すると思うんですが、ここで変化が起きたわけです。I no longer need these punch cards. 鍵らしき差し込みの場所がありましたよね。次あそこ行ってみます。まあ相変わらずなんかのんびりした動きなんで、まあゆっくりやるしかないんですけどね。さてさてどうなるのかということですよ。いやー、これ進んだ時はね嬉しかったですね。この辺のね行き詰まったところで進んだ時の喜びが、この結構むずいアドベンチャーゲームの良さでもありますよね。先ほど話したあの名詞プラス動詞で進めていく古いアドベンチャーゲームも、あの言葉がね見つかった時の嬉しさね、もう何者にも耐え難いぐらい嬉しいですよね。で、動かせるのはここしかないので、ハンスって書いてありますよね、字がね読めるかちょっと分かんないですけど、ハンス・ボダルバーグって書いてあります、ここの棺のね文字で。ところが棺の中にハンスはいないんですね。で、なんか見覚えあるものとこの新聞の紙切れが出てきたと。一応あれだね、ハンスが亡くなった経緯が書いてあるって感じですね。で、これ以上はもう何もないと。で、次どこに行くかなんですけど、一応手に入れたのがここにあるんですね。で、これで前ミュージックシリンダー使いましたよね。だからこのシリンダーをちょっとね入れに行ってみたいと思います。結構ね近いようでのんびりだから遠いんですけど、
まあカットするのも面倒なんで、そのままちょっとね、続けていきたいと思います。この水とかね、すごい綺麗なんですよね。これ、うぶした動画でも映るかな。もう一回工場に戻る感じになりますね。15分、もうちょっと進めてもいいかな。いや遠いね、遠い。でこの上ですね、このジュークボックスみたいのがね、何を示してんのかなと思ってたんですけど、以前はこれミュージックシリンダーで音楽が流れるだけで、今回はこれを入れてみます。ちょっとね、黙りますね。これはアンナの日記にあった昔の子供の頃の、まだ怪我する前のハンスのムービーですね。ハンスは確かにね、賢そうな顔してるよね。Anna przysięgałaś, to jest nasza tajemnica. Spójrz, tu jest coś na górze. Hans, przestań. To jakby zabawka. Rany muszę ją mieć. Poświeć mi tu. この言葉あれですかね、ロシア語かなんかなのかな。Hans, uważaj. 危ないよ。精巧な人形だったみたいですね。今のムービーじゃなくて、おそらくこの人形で説明してたんでしょうね。でこれが取れるようになってて、でも使えないんですよねこれで。それってどうするかなんですよ、この後。これでまたどうしていいか分かんなくなっちゃうんですよね。おそらく洞窟へね、行くことになるのかなと思ってるんですけど、洞窟の場所がね、実は分かんないんですよ。で一箇所ね、パン屋のね、奥の方に行けない場所がありまして、そっちへ実は行ってみたんですけど、扉が鍵かかってて開かないんですよね。でマンモスの人形を取ろうとしてハンスは怪我しちゃったので、マンモスのことを言っていたのはモモしかいないんですよね。でちょっとモモにね、会いに行こうと思います。
まだね、上にいると思うんだけどな、もう。この上に確かね、モモいたと思うんですよ。で、こっからはね、私も分かんないです。モモ、I've got something else I want to ask you. モモ listening? あ、出た。あ、洞窟ってある。Tell me, Momo. I heard aboutA cave. You look like a smart little fellow. You wouldn't know where it is, would you? Draw a mammoth for Momo. Okay, here's the deal. I draw you a mammoth, and you tell me about the cave. Okay? But first, draw a mammoth for Momo. Mammoth の絵を描けば教えてくれるっぽい。You're a sweet kid, Momo. Draw a mammoth easy.I mean, maybe I could do a quick... No. My... Tell me, Momo. Draw a... Okay. 同じだね。Momo, I've got to go now. But see you later, maybe.紙と鉛筆でしょ。あれ、マンモスの絵ってどうやって描くの？ちょっと…わかんないんですけど。アンナ、マンモスの絵を描いてくれよ。いやー、わかんないですね。まあとりあえず20分過ぎたので、今回ね、この辺で終わりにしたいと思います。またちょっとマンモスの絵の描き方を探らないといけない。これまたうろうろしそうだな。この辺で描いたりできないのか。どっか机が必要なのかな。違うよね。どうやって描くんだろう。わかんないですね。まあ、とりあえず今回ね、この辺で終わりにしたいと思います。次回ね、またちょっと調べてから進めた方がいいかな。でないとね、また20分ね、うろうろして終わっちゃう動画になっちゃうのでね、結構むずいわ。この後どうしていいかわからないもん。ということでね、シベリア、むずいゲームですけども、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。